イボルタ。イボルタ、エボルタはパナソニックが発売しているアルカリ乾電池と充電式ニッケル水素電池の上位製品に付けられているブランド名である。2008年4月26日にアルカリ乾電池、イボルタが発売され、同年10月1日に充電式ニッケル水素電池、充電式イボルタが発売された。2010年4月20日にエントリーモデルの 充電式、イボルタ E が発売された。2017年1月、持続時間、保存性、液漏れ防止に優れたイボルタネオ、エボルタネオを発売した。名称は、英語で、進化を意味するエボリューションと電圧、満ち溢れようとする力を意味するボルテージから E、V、O、L、T、A の6文字が取られたことに由来する。 2008年4月26日に、事実上のオキシライド乾電池の後継製品として発売されたアルカリ乾電池である。正極に二酸化マンガンマの黒塩シート新開発のオキシ水酸化チタンを、不極にアエン ZL を使用している。電池の外装管には、新開発の超薄型サー缶を使用し風光部の強度を上げ、またはスケットの構造と材料を改良し、 強度を保ちつつ外装管自体の体積を減らした。それにより発電に必要な材料の内容量を増やし、ただし、負極の材料も改良、材料を従来品と比べて高密度に充填することにより、発電の反応効率を上げることに成功している。これらの改良により、世界ナンバー1の長持ち性能と、業界最長の使用推奨期限10年を実現した。 また、世界一長持ちする炭酸型アルカリ乾電池として、ギネス世界記録に認定されている。パナソニックは公式サイトで、通常のアルカリ乾電池と区別したり、イボルタ専用の公式サイトも用意するなど、通常のアルカリ乾電池との差別化を図っている。ただし、分類上は、アルカリ電池である。イボルタの発売により、パナソニックは、 国内電池市場のシェアを2008年の4割から2009年に5割に引き上げることを目標としている。アルカリ乾電池市場の世界シェアも2006年の19%から2009年には26%に引き上げることを目標としている。なお、蒸気の改良により国際規格の範囲内で乾電池の外形寸法の変更を行った。このため、 電池ケースの寸法との関係で電池が入りにくい場合や電池のプラス極側が機器のプラス端子に届かなために機器が作動しない場合があるとしてパナソニックでは注意を呼びかけている。イボルタ登場によるユーザーサイドでの変わった歓迎例としてはミニ四駆用ハイパワー電池としての使用例があったか2011年2月現在は ルール改定のため当てはまらなくなった。オキシライド乾電池は、初期電圧が 1.7V とアルカリ乾電池より高く、それの使用を想定していない機器では、電子回路や電子部品に対する負担が大きくなり、過度の発熱や寿命が短くなる、等の問題を生じる恐れがあった。イボルタは、 普通のアルカリ乾電池と同じく初期電圧は 1.6V であり、前述の問題が起こることはない。なお、イボルタの発売後、しばらくはオキシライド乾電池は、併売されていたが、生産は大幅に縮小され、2009年に生産と販売が終了された。イボルタ登場後の新しい乾電池として、2011年10月に炭酸型、 単4型のリチウム乾電池、単3系、f r 6 s j 単4系、f r 0 3 s j が発売された。デジタルカメラやストロボなど大電流を必要とする機器でアルカリ乾電池を上回るハイパワーと超寿命化を実現するとともに、アルカリ電池に比べて使用温度が幅広く、耐寒性もあるため、摂氏40度摂氏60度保存性にも優れている。 高章電圧はアルカリ乾電池などと同じ 1.5V であるが、初期電圧は 1.8V と、オキシライド乾電池よりもさらに 0.1V 高いため、オキシライド乾電池と同様の注意事項がパッケージに書かれている。2008年10月1日に発売。なお、発売当日に社名変更しているが、社名変更前に出荷した製品は松下。電気産業株式会社。 松下電池工業株式会社、充電器セットは松下電気産業のみと、旧社名で記載れる。電池の材料、構造、工法を融合させた、新技術により、従来品の充電式ニッケル水素電池、エコ、HHR3MPS より繰り返し、回数が約1000回約1200回と20%向上し、新開発の水素急増後期にアイボルタと同じ。 超薄型サ圧管等を採用したことで、使用回数を重ねても、1回あたりの使用時間が10%長くなった。生産国は中国。また、別売りのサイズ変換スペーサーを使用することで、単3電池を単1電池や単2電池として使用できる。2010年4月20日に、充電池の普及拡大を目指し、パワーを低く抑えながら、 約1500回繰り返し使えるエントリーモデル、充電式、イボルタ E が発売された。同年10月1日には、充電式イボルタの第2世代モデル、HHR3MVS、4MVS が発売された。繰り返し回数が、約1200回、約1600回、先に発売された、充電式、イボルタ E、HHR-3LVS よりも、 1> 約1.8倍長持ち、いずれもメーカー発表値と性能がさらに向上している。ただし、容量が第一世代、充電式イボルタよりもわずかに減少している。2011年4月21日には、充電式イボルタ E の第二世代モデル、HHR-3LWS、4LWS を発売。 充電式イボルタの第2世代モデルと同じく繰り返し、回数を大幅アップし、約2100回に向上。また、従来モデルでは設定されていなかった単4型が追加された。なお、外装パッケージには、オレンジボディのエボルタロボットが描かれている。2011年10月21日には、充電式イボルタの第3世代モデル、HHR3MWS。 4MWS が発売された。繰り返し回数が1600回から1800回へと上昇し、1年後の容量残存が従来の80%から85%と改めされている。また、放電性能も上昇させているとのこと。炭酸の容量は今回も減少しており、交渉値がエナループ等と同じ民1900マとなった。これによって、 売りの一つがなくなったと言える。翌月の同年11月21日には、ワンピースとコラボレーションし、外装、電池本体を専用デザインに変更した、ワンピースバージョン4種類、単三2本入り放送のみ、が追加。さらに、2012年5月には好みや色で、使い分けができる、レインボーカラーを追加した。三洋電機が、パナソニック参加となったことに伴い、 同社が販売していたエナループと競合する形となったため、産業電機の製品が順次パナソニックブランドに変更されてからも唯一作業ブランドのまま販売が継続される形になっていたが、2013年4月26日にエナループと共にモデルチェンジした。充電式イボルタは第4世代モデル b k 3 m l e 4 m メリ充電式イボルタ E は 第3世代モデル、BK-3LLB、4LLB となる。充電式イボルタは、エナループとの特徴をより明確にするため、正極材料の素性最適化によって、材料の利用率を向上させたとにより、繰り返し使用回数はそのままで、定格容量を、単3型は、min、50マ、単4型は、min、30マ、それぞれアップ、単3型、min、 1950馬、単4型、min,780 馬。充電式、イボルタ E は繰り返し使用回数が約4000回に大幅向上した。合わせて、従来からの充電式イボルタにあたるスタンダードモデルに加え、単3型で定格容量 min,2500 馬を実現した、大容量タイプ、充電式イボルタ、ハイエンドモデル、BK-3HLC。 4HLC を新設資産タイプとなった。なお、ハイエンドモデルのみ、日本国内で生産されている。また、充電器セット品のに同梱される、充電器は電池に合わせた、充電制御により、産業電機時代に発売されていた、世代品を含むすべての、インループと、兼用で使用できるようになった。2015年10月には、充電式イボルタ、ハイエンドモデルが、 初めて、モデルチェンジし、第2世代へ行こう、PK-3HLD、4HLD。計画容量を、単3型は、min、50マ、単4型は、min、20マそれぞれアップ、単3型、min、2550マ、第4型、min、950マした。2018年9月に、充電式イボルタ、スタンダードモデルのリニューアルと同時に、 充電式イボルタハイエンドモデルがエナループのハイエンドモデルであるイネラプロに統合される形で廃止され既存のお手軽モデル充電式イボルタイートの2種類に整理された電池のデザインはオキシライド管電池に採用されたグローバルデザインをほぼ踏襲しているが若干変更部分があるイボルタの配色は金と青であり外見はオキシライド管電池と 類似しているが、充電式イボルタ第4世代は、スタンダードモデルは白地に緑のグラデーションライン、充電式イボルタ E は白地にオレンジのライン、充電式イボルタ。ハイエンドモデルは白地に黒のラインを配しており、従来の充電式ニッケル水素電池の配色とは異なる。イボルトの電池の包装には、パナソニックの他の乾電池と同様に、 見分けるパックを採用した。従来と同様、正極部分をニューの文字が覆う形でラッピングされていて、一本ずつちぎれるという仕様になっている。これにより、電池を使用する際に包装を破った電池と、そうでない電池を一目で区別できる。また、発売当初、ぶら下げ型パッケージ。 充電式ボルタの電池単品を含むには、乾電池製品の見分けるパック以外の部分の全てに紙素材を採用していた包装のほとんどを紙素材と仕入るため、プラスチックシートを熱形成したブリスターパックとは厳密には異なる。パナソニック製品情報のページには、ブリスター包装と記載されている。2009年秋にパッケージ変更を行い、 他のパナソニック製アルカリ乾電池やニッケル水素電池のぶら下げ型パッケージ、カバー部にプラスチックを使用と同一の包装に変更された。充電式エボルタの第一世代では、負極側の被覆に表面加工の違うエリアがあった、単3、単4とも、電池を複数セット持っている時に、混用や未使用、充電済みと使用済みを避ける目的でマークを付け目的で、 設けられていたが、第2世代以降や、エボルタ E ではこのエリアは削除されている。エボルタを改良し、持続性、保存性、液漏れ防止性を向上させた上位モデル。充電式エボルタ、スタンダードモデルは、同時期にリニューアルされた、エナループ、エナループプロの電池単品と同じ仕様の電池ケースが新たに同梱された。 イボルタの性能をアピールするためのキャンペーンを2008年より毎年行っている。キャンペーンの模様は後日 CM にまとめられて放送される。ロボットクリエイターの高橋智隆により作られた長持ち実証ロボット、エボルタを使用したキャンペーン。フィヨルド1000メートル登場チャレンジより登場のエボルタくんの弟となる長持ち実証ロボット。 2008年5月20日から24日に日本のみの炭酸乾電池エネルギーによるグランドキャニオン段階をロープで登る登頂に挑戦し、6回目の挑戦で高さ530.4メートルを所要時間6時間46分31秒で登頂に成功している。2009年8月5日10時から6日11時15分にフランスのルマンサーキット、ブガッティサーキットで 単三乾電池2本のみの動力による24時間耐久走行に成功。乾電池を動力にし、遠隔操作された車両型ロボットの最長走行距離、ザロンゲストディスタンスカバードバイ、エバッテリーアパーティドラモート、カントロールマダルカーとして、ギネス世界記録に認定されている。マシンは、予備も含め2機用意され、DC モーター2機に、赤外線追尾方式による、 自立走行となっている。東京、日本橋から京都、三条大橋までの旧東海道の約5 0 0トルの行動を第8社牽引型エボルタが走り切るといったチャレンジ。走行は日中のみで充電式、エボルタ、計1 2本の充電は1日1回とし、1日1時以上の走行がルールとなっている。エボルタを誘導するのは長女、理科、次女、 ミサ、三女、アズサ、四女、ビータ、の四人の仮面姉妹、エボルタシスターズ、正体未公開。2010年9月23日8時に、日本橋出発。同年11月22日15時33分に山上大橋到着。翌23日20時頃に、54時目と称し、ザイナズマ戦隊のライブに出演。エボルタシスターズは素顔を公開し、 ユーストリームでの最終中継を終えた。2010年10月6日の小田原箱根宿チャレンジでは、ゴール前 3km でマシントラブルにより中止。ルールにより翌日は中断場所から再開となったが、プロジェクトの目標の一つとして1日で箱根坂をクリアさせたいという思いがあり、通常のチャレンジとは別に2010年10月12日に箱根リベンジとして、 再挑戦を成功させている。ハワイ島でスイム 3.8km バイク 180.2km ラン 42.2km の総距離 1230km に及ぶアイアンマントライアスロンコースにチャレンジ。動力源は充電式エボルタ3本交換禁止で3種類のロボットを使い1週間168時間以内でのゴールを目指した。 リポーターは、ケイシー・カミングス。エボルタロボットは、スイム機は、新開発、バイク機は、ルマンジの改良型、ランキは、東海道時の改良型。2011年10月23日12時に、カイルアワンよりスタートし、10月29日のチャレンジ7日目に166時間56分で、完走した。 2012年12月23日12時から2013年1月6日12時までの14日間、ポスターがエボルタで、ノンストップでバーベル上げにチャレンジ。使用電池は単一計6本を取り替えなし、持ち上げ重量は約 1.4kg で、腕部分が上下に稼働、止まった時点でチャレンジ終了となる。チャレンジの模様は、ユーストリムで中継され、 バーベル上げ回数を予想するキャンペーンも行われた。チャレンジは成功し、14日間で14万2460回持ち上げている。2013年12月14日、閉校を直前に迎えた東京都北区立滝野川、第7小学校でプラレールを使いギネス記録に挑むチャレンジ。単酸型1本で秋田新幹線 E6 系スーパー小町のプラレールが、 全長 5.60844km、レール26,667本を走破し、ロングストプラスティックトレーントラックギネス世界記録を達成した。全校児童41名が参加。応援企画として応援プラレール募集も行われ、使用されたレールは東北地方の団体や幼児、児童施設等に寄贈された。2014年4月にはこの模様を放送した CM が、 第43回、富士山系グループ広告対象グランプリを獲得している。2014年11月2日、秋田県の小坂精錬小坂線2009年廃止の廃線跡を特製の乾電池列車で走ろうというチャレンジ。特殊強化段ボール等を使用したオリジナル電車を製作し、廃線となった線路も地域住民も参加し、整備が行われ実施された。 単位地形99本を動力源とした総重量約1トン、定員10名の列車を使用し、雪沢温泉駅から、おなり町踏切手前までの走行距離約8.5キロメートルを無事完走した。2015年11月3日、由利高原鉄道上海山6線の前里、八島間の往復22.615キロメートルの距離を特製の乾電池列車で走破して、 ギネス記録に挑むというチャレンジ。埼玉県立川越工業高等学校電気課の電車班の生徒たちが車体と走行装置を製作し、デザイン科の生徒たちが同線を走行する R-1500 型を元にした車両デザインをベニヤ板で製作して、校内でオリジナル電車を合同で製作した。その後、同線に陸送され夜間の試験走行と最終調整を行い、 11月3日の走行イベント開催時では、同線の午後の二往復の列車を全線運休として、バス大幸運を実施した上で、前後屋島間で走行が実施され、12時30分に、前里駅を出発して、終点の矢島駅で折り返した後、矢島駅を出発して、前後駅に到着して、無事完走した。2015年11月3日に、 ロンゲストディスタンストラビルドバイ、エイビークルオンエー、レイルウェイトラックパワードバイドライセルバタースとして認定。一時電池を使用する友人の電動固定翼機で、ギネス記録に挑むチャレンジ。2016年11月6日に、美和湖の彦根港から美和湖大橋まで最大3 4トルの湖上で、離陸から着水まで、飛行経路総距離。チャレンジは、 東海大学チャレンジセンターライトパワープロジェクト人力飛行機チームスンパによるもので設計から製作、塗装、フライトまでを手掛けた。6時37分12秒に最も難しいとされる離陸に成功した。しかし、飛行から6分が経過した後に主翼が突風などの影響で変形して失速し、6時43分26秒に飛行距離3531メートルで途中。 着水となり記録達成にはならなかった。パイロットを務めた学生は、胸骨骨折の怪我を負っている。今回のチャレンジは終了だが、何らかの形で再チャレンジしたいとしていて、現地で立ち会ったギネス公式認定員も、諦めずに再チャレンジしてほしいとコメントした。2017年7月7、8日に、ノルウェーリーセフィヨルドシェーラグさんで、エボルタネオ君が感電地、 エボルタネオ炭酸系2本を動力源に地上約1000メートルのロープ登頂をチャレンジした。テストは2017年6月20日に大分県九十夢大釣り橋で行われた。ライブ中継を実施するため追跡撮影システムやドローンも随伴する。1日目はゴール残りわずかのところでストップし、失敗、翌日の2日目の再チャレンジで登頂に成功する。 2018年11月10日に広島県宮島口から五島神社ウォートリーまでの約 2.5km を泳ぐ世界最長遠泳チャレンジ。一度目はトラブルがあったが再チャレンジで無事ゴール。最終結果は距離 3.002km、所要時間3時間22分34秒となり、乾電池を動力にしたロボットが泳いだ。 世界最長距離としてのギネス世界記録に認定された。メインのチャレンジに先立ち、2018年9月25日から11月8日まで、大阪府森口市の乾電池工場から、広島県宮島口まで、約 400km を旅するチャレンジが行われた。プレスリリースや記事に、記載の社名は一部を除き、掲載当時のものである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。